釣れないんです。大変。2匹死んでる。おさぎくん、はい、深夜0時になりました。イワンチ TV 深夜の夜釣り、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今日はですね、中港で夜釣りでございます。メバリング、こちらをメインでやっていきたいと思います。今日は釣るぞ。私メバリング初めてなんでございまして、このね、竿を使ってアジングのね、今日はやりたいと思います、はい、でね、金をかけて買ったこのね仕掛けたちをね、ワームたちでございますね、うん、これをもうとりあえずね、おすごいね、今日は釣りたいと思います。グッピーさん、はい、なんかメバリング初めてって言ってたんですけど、はい、何メバリングって。メバリングとはですね、うん、そのアジングをメバルに置き換えただけでした、ね、うん、あ、なるほどね。そう、言い方の問題です。あ、めちゃくちゃ分かりやすかった、はい、ありがとうございます。いや、はい、デ君、はい、準備できました。はい、あのメバル前回、はいはいはい、釣った時に使ったワームなんですけど、うん、マジで釣れるんですよ、この白系のやつ。そう、お願いします。やってくぜ。お願いします。イエーイイエーイイエーイ。何なんだよお前は。これでは私がメバリングに関してのちょっとした豆知識を、釣り方を私がお教えしようと。今日イケボだね。はい、こうまず投げますね。はい、投げて、うん、まずは表層から攻めていくんですね、うん、そこに落とさず表層から攻めていって、徐々に下に落としていって棚を探っていく、それがメバルを釣るコツでございます。今池くんがそれ言ってただろお前、教わってたよって。池くんから、ありがとう。どうぞ、グッピーさん、今ね、うん、ここなんかね、めちゃめちゃ跳ねてます。跳ねてる、はい、君ら何色にするの。オレンジ。オレンジ。なべくんの何すんの。いや、黄色。黄色か。グッピーさんは白で。僕も変えよう。お前も変えるかい。グッピーさん、はい、もう5時ですよ。明るくなっちゃったよ。もうね、2時ぐらいからね、うん、もう死ぬ思いでね、ひたすら寒さに耐えて、うん、釣りをしてきたんですけれども、うん、一匹をね、釣れないんです。釣れないよ。夜が明けてしまいました。皆さん、おはよう。おはよう。朝何時今。今ね、4時くらい。あ、眠いよ。しょうがねえだろ、大竹海岸リベンジしたいって言うから。リベンジ。ええ、まあね、他いい。けくん、今日はどういう風に攻めていく感じ。どういう風に、まず手前攻めていこっか。ああ、なんかいつもより 2、3メーターぐらいなんか波がこっち側来てるから、ね、手前に来てるね。今日ね、全然人いないんすよ。うん、だからね、乱岩の嵐かな、これは。そう、今日はちょっと場所を移動しながらできるんで、うん、いろいろやってみようかなって。オッケー。そうだ、セッティングは今日はまず何投げるの、最初に。今日やっぱミドから行こうかなって思ってます。おお、食い上げを狙う感じですか。いつものセッティングプラス、うん、巻きっぱを手にこの前入れたのでね、今回はこれを投げてみようと思います。なぜかテンションが上がる。やべえな、ルアーがすげえ流される。ナーベです。ルアーチェンジします。今朝日が昇っています。いやー大変、ルアーは流されるし釣りにならないよ。はい、じゃあナベさん、始まりました、イワンチ TV です。今日メンバーがね、うん、私巨匠とナベさん、はい、そして後から来るターヒー、謎の3人でね今日やっていきたいと思うんですけど、そんなナベさん、はいはい、今日は一体どちらへ来たんですか。今日は日立港に来ています。日立港来たね。今日はアジを狙うらしいです。はい、さあ一体釣れるのか。いや、めちゃくちゃいるね小魚。やばい、なにこれ。これ来たでしょ。これは来たでしょ。釣れる多分。これなべくん、はいはい、来たね、ついに。釣れちゃった。ちょっと見せて早く。段取りが悪いよ。グッピーさんに怒られちゃうでしょ。あー、かわいい。小サバ。小サバかわいい。このサイズ、何センチこれ。10センチ。おおチーター。2匹目釣れてんじゃん。めちゃくちゃちっちゃいけどね、小サバちゃん。おいたいさん、どうもー。おいたいさん、どうもー。どうもはい、どうもー、グッピーです。よし、イワンチ TV 始まりました。よろしくお願いします。
本日はですね、久しぶりの、はい、茨城県磯崎漁港にやってまいりました。久しぶりです、はい、久しぶりでございますね。で今回の、メインはですね、はい、泳がせ釣りでございます。はい、ではメガネ君、はい、今日はね、あのサビキ釣りで釣ったお魚を泳がせて大物を釣ろうっていう回なんでございますけれども、うん、はい、結局ね、サビキ釣りで何も釣れなかったら、たまにあるよあるあるある、泳がせ釣りに移行できない。そうですね、つまりボツになる、うん、すぐね、なっちゃう。だから私今日保険としてね、お買ってきましたよ。マジか。泳がせ釣りの餌、はい、こちらでございます。ちょっと開けてみてください。こいつらなんすか。はい、死んでる、おい2匹死んでるこちらがですね、銀平ちゃんでございます。釣り用にですね、養殖されたウグイでございますね。泳がせ釣りの餌のために生まれてきた、かわいそう、かわいそうな急にお魚ちゃんたちでございます。あ、いけたね。いけた、うん、はい、よし、オッケー。これで死んじゃってっけどね。頼むぜ、これよし。じゃあお願いします。はい、じゃあ皆さん大物を期待しててください。行ってがっしゃい。はい、今の衝撃で死にましたねはい、メガネ君来たなんだその薄ら笑いは。さあ、魚影が見えてきた。おお、すごい、2連じゃないですかボツかなこれは。海が静かすぎる。磯崎漁港で乾杯しましたので、うん、場所を変えまして今日は阿字ヶ浦海岸でキス釣りでございます。やった、よろしくお願いします。じゃあメガネチン、はい、じゃあ仕掛け早速紹介してもらっていいですかね。安い、安い、300円で3本入り。私はね、1匹でも多くね、やっぱりね、取れ高を取りたいと。あ、釣れてないからね。カツオを釣りたいというわけでございまして、うん、こちらですね、鈴なり仕掛け。あ、はいはいはい、4本針ですね。なんで最大4匹、はいはい、釣れますんで、こちらを使ってキスを釣っていきたいと思います。はい、よし、はい、ではメガネ君、準備は整いましたでしょうか。大丈夫です。よいしょだいぶフルキャストしたな。じゃあ行きます。はい、行きましょう。はい、どうもグッピーです。その他大勢ですイバンチ TV、 こちら始まりましたね。はい、で今回は、福島県釣り旅行編の2日目でございます。はい、で今回はですね、福島県いわき市のアクアマリン福島のですね、外周のこの釣り場にやってまいりましたね。そこね、はい、頑張るぞ。頑張ります。今日で密着2日目。おかしい、ドキュメント。撮ってんじゃねえよ、見せ物じゃねえよ。撮ってんじゃねえよ。おお。というわけで今日はターヒ君が来ました。来ましたね。ということは、はい、2番中全員6人揃った。揃ったね。今日の意気込みをじゃあ。今日は、はい、ちょっと俺は今手ぶらなんで。ふざけんなよ。散歩に来たのかおじいちゃん。わあ、お願いします。ナム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 、来たか来たか、あーい、タヒやった、見て1万円当たった、これお肉目3つで、すげえ、やったね、タヒやったやったはい、どうぞ。イバンチュダービー、イバンチュダービー、イエーイ。というわけで皆さん、はい、6人揃いました。うんうんうん、で5人釣りますね。はい、はい、皆さん、視聴者の皆さん、誰が今日一番釣れるか、お心の中で予想しといてください。お、はい、イバンチュダービー、イバンチュダービー一番出走、グッピーです。はい、はい、5番人気だそうです。そう、5番人気、はい、倍率が108倍ですね。108倍、はい、皆さん万馬券ですよ、かけてくださいそしたら4番人気のおメガネくんですね。オッズは15倍だったかな。はい、15倍です。おお、すごい、やる気がもう入れ込んでますね。うん、すごい。あ、今日は元気いっぱいでやれてますよ、先生。頑張ります。なるほど、これはね、空回りしそうな雰囲気がプンプンしますね本人はやる気のようですね。はいはいはい、はい、2番人気池くんですね。お、2番人気の、はい、あの群れを察知したり、うんうん、まあ、観察眼がとても鋭いので。そうだね、あとはもう釣るだけですね。うん、本人の意気込みは、まあ、これが1着です。おー、1番人気、はい、1番人気、鍋くんです。おつ 1.1 倍、はい、1倍、おつ何
はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、3番人気のターヒ君なんですが、うん、今ね、いません。なので終わりです。どうせんじゃくん、きた、きたきた、なにこれ、サバだ、サバ、すげー、きた、あなたが一等賞、やったー、素晴らしい。なにこれ、メジナってうまいんすか、メジナってうまいんすか、美味しくはないですよ、美味しくないって。やったー、フェミガネおめでとう、やったー、これで僕が優勝です。おめでとう。まあ密着取材のあの報道番組のこう感じを出してるんですけど、何かこう、何かください。お祭りしてんじゃねえよ。